やはりその時はまずあのサントリーの,あのショーホールの方であのリサイタルさせていただけるということでまず本当に。 幸せな気持ちとそしてあの響きが良かったのでとてもあの気持ちよく演奏することができましてあの次は是非あの大ホールでいつかやりたいなという夢がすごくありましてでも非常にあの小学生でこんな立派なところで弾けたっていうのは本当に思い出深かったですね。もう とにかく全部が思い出深いんですけどやはりまあ最初に、あのー、リサイタルホールであのやらせていただいたのも非常に思い出に残ってますしそしてあの大ホールで初めて演奏した時もあのデビューした時もリサイタルを初めて大ホールであのさせていただいたのも非常に思い出に残ってますしとにかくもうあのやはり全てが。 あのまあ、僕にとってここのホールでリサイタルさせていただけるって本当にうしいことですしあの、まあ、全てのコンサートがもうとにかく思いい出深いですね響きもとても良くてあの非常に。あの あの空間もすごくひあのいいですしやはりこう演奏しててもそして客席で聴いてても本当にあの気持ちよくあの演奏できたりそしていろんな方の演奏も聴きに行ったりして非常にこう気持ちよく聴くことができて非常にやはりあの大好きなホールです。ままだそこででは考えてなないいすけれども、まあ、いろんな、まあ 作曲家の曲もやはり弾きたい曲もいろいろ弾けましたし今まあそうですね、まあ、新たな挑戦としてまあーベートーベンの「ソナタ全曲」とか弾けたらいいななんては思っています <laughs> まずはあの30周年おめでとうございます。えー、そして、あのー ここのサントリーホールでもあの何年もあの演奏させていただくことができて本当にあの幸せです。えー、まあ、これからもあのまだまだずっとあの引き続けていきたいホールですのであの皆様ぜひまたあのコンサートにいらしていただければ嬉しいです。